バイオインフォマティックスにおいて、シーケンスアライメントとは、DNA や RNA、タンパク質の配列の類似した領域を特定できるように並べたもので、機能的、構造的、あるいは進化的な配列の関係性を知る手がかりを与える。アライメントされたヌクレオチド残器やアミノ酸残器の配列は、典型的には行列の行として表現され、同一あるいは類似性質の配列が、 同じ列に並ぶようギャップが挿入される。クラスタウルフォアによる、ジェンバンクから得た2つのヒトジンクフィンガータンパク質の、シーケンスアラインメントアラインメントの2配列が祖先を共有する場合、分岐後の一方、または両方の系統において、不一致部分は点変異が、ギャップ部分はインデルが生じたものと解釈される。タンパク質の配列アラインメントでは、 特定位置におけるアミノ酸の類似度は特定領域あるいは配列モチーフが系統間でどのくらい保存されているかを示す大まかな目安と解釈できる。痴漢がないか保守的痴漢しかないときその領域は構造的あるいは機能的に重要であると示唆される DNA と RNA の塩基はアミノ酸の場合よりも互いに類似しているものの塩基体の保存は構造的 機能的重要性を示唆している。シーケンスアライメントは、自然言語や金融データなどの非生物配列にも用いられる。アライメントはグラフィカルで表現されることも、テキストフォーマットでも表現されることもある。多くのシーケンスアライメント表現において、各配列は類似残機が同列に並ぶように並べられる。グローバルアライメントとローカルアライメントの違いを表す図。 配列が十分に似ていない場合、グローバルアライメントではギャップが多くなる。グローバルアライメントとは配列中の全残機がアライメントされるようにしたもので、ほぼ同じ長さの配列間での比較に有効である。ローカルアライメントは、配列が全体としては似ておらず、部分的類似を見つけたい場合に有効である。ペアワイズシーケンスアライメントは、2配列間でのアライメントで、部分的、 あるいは全体の類似性を詳しく調べるときに用いる。ヒトジンクフィンガーテンシャイン子の DNA のドットプロット。遺伝子の配列内部の部分的な相同性を示している。図左上から右下に至る対角線は配列それ自身同士のアライメントを示しており、それ以外の線は相同性や反復的な配列のパターンを示している。これは ディカランスプロットの典型的な例の一つである。ドットマトリックス的な手法では、結果として得られるアライメントは、各配列内の領域間のアライメントで、多数のアライメントが得られる。考え方としてはシンプルだが、大規模な計算になると時間を要する。ノイズさえなければ、配列間の相当性の点から見て、特徴的な領域を目視で容易に判別できる。例えば挿入や、 結出、反復配列、インバーテッドリピートなどは、二次元ドットマトリックスのプロットから見つけられる。ドットマトリックスプロットを作図するには、まず二次元の行列の行に、片方に一本の配列を割り当て、列にもう一本の配列を割り当てる。そして、性質の一致する項と列の交差する箇所に点を描画していく。ドットプロットの実装によっては類似性の程度を、ドットのサイズや、 濃さで表すものもある。動的計画法の代表的な手法として、グローバルアライメントについては、ニーダルマン・ウンチポーローカルアライメントについては、スミス・ウォーターマン法がある。例えば、タンパク質のアライメントでは、アミノ酸の位置、不位置に対しして痴漢マトリックスを参照して、スコアを付与し、ギャップにはペナルティを付与するような計算である。ワード法は、 K タップル法としても知られるヒューリスティックな方法で最適アラインメントが見つかることを保証しないがダイナミックプログラミングよりもはるかに効率が良い。このため大規模なデータベース検索に多く用いられる。この方法はフォスタやブラストといったアラインメントツールが用いていることで知られている。ワード法ではまずクエリ配列を短い部分配列に分け、その中から データベースの配列に合うものを見つける。見つかったワードについて、比較対象の2配列中の相対位置を抽出し、オフセットを得る。もし複数のワードを用いて、同じオフセットが得られれば、アラインメントすべき領域が示されたことになる。そのような領域が見つかった場合にのみ、より感度の高いアラインメントが適用される。これによって、明らかに似ていない。 配列間の不要な比較を減らすことができる。27本の鳥インフルエンザヘマグルジニンの配列のアラインメントの残機の保存性と残機の性質による色分け多重配列アライメントは3配列以上を扱うペアワイズアラインメントの拡張で進化的に保存された配列の同定などに用いられる。多重アライメント方式は与えられたシーケンスすべてに対してアライメントを試みる。 多重アライメントはよく進化に関係するという仮説のグループが交わる保存配列領域の決定に用いられる。このような保存配列のモチーフは酵素の触媒の活性サイトを位置づける構造と反応機構の情報の組み合わせに用いられる。アライメントは系統時を組み立てることで進化の関係を立証するのを助けるのにも用いられる。多重配列アライメントは コンピュータ処理的に NP 完全な組み合わせ最適化問題につながる問題の定式化や生成が難しい。それでもバイオインフォマティックスにおいてこれらのアライメントのユーティリティは3つ以上のアライメントに対する適切な方式の種類の開発に役立つ。動的計画法は理論的にはいくつのシーケンスに対しても適用可能である。しかし、 N 字の時間とメモリ空間を要するため3配列以上の場合にはそのまま適用されることはほとんどない。標準の動的計画法ではまずすべてのクエリのペアが使用され、アライメントスペースを中間的な位置の可能なマッチやギャップを考慮して満たす。やがて2つのシーケンスアライメントの間の基本的なアライメントが構成される。この方式は計算コストが高いが、 その全体的な最適解の保証は、少数のシーケンスを正確に配置する必要がある、時に有用である。動的計画法の計算コストを減らすための一つの方式はそれは、ペアの総計の最適化関数を信頼するものだが、ソフトウェアパッケージの MSA で実装されている。プログレッシブ法、階層法、ツリー法は、最も似ている配列同士を最初にアラインメントし、 順次配列を加えていくことによって多重整列を構成する方法でクラストルの多くのバンやティーコーヒーなどがある。タンパク質構造を予測に用いられる。繰り返し法はプログレッシブ法の弱点を補うための方法で繰り返し最適化を行う。モチーフ検索はクエリセット内のシーケンスから短い保護モチーフ配列を配置することを試みるような 全域的な多重配列アライメントを構成する。これは、だいたいまず一般の多重配列アライメント全体を構成し、その後工事の保存配列が分離され、プロファイル行列セットを組み立てることで行われる。保存領域のプロファイル配列は、スコアリング行列のように配置されるが、大量のアミノ酸やヌクレオチドそれぞれの位置は保存された領域の文字分布というよりも、 もっと一般的な経験的な分布に由来する。プロファイル行列はそれらを文字列化するモチーフの発生のためのその他のシーケンスの検索にも用いられる。元のデータセットが少数のシーケンスを含んでいる、または工事の関係シーケンスのみであった場合、疑似カウントはモチーフを表す正規化された文字列分布が追加される。コンピュータサイエンスにおける一般的な 最適化アルゴリズムには多重配列アライメントの問題が適用される。隠れマルコフモデルは与えられたクエリセットに対して多重配列アライメント群の確率点を生成するのに用いられるが、初期の隠れマルコフモデルを元にした方式はとても遅く、後のアプリケーションは特に効果的なもの、保守的、または半保存的な置換を行うときに生成される。 ノイズの影響を受けにくいような関係が薄い、シーケンスを検出するようになった。遺伝的アルゴリズムや焼き釜手法は、同様に、スムー・オブ・ペアーズメソッドのようなスコアリング関数によって、判定される、多重配列アライメントのスコアの最適化に、用いられる。バローズ、ウィーラー変換は、FM インデックスとして、膨大やブアのような一般的なツールの高速な、 短い読み込みアライメントに用いられる。構造アライメントは通常タンパク質の二次構造と三次構造の情報を用いて配列アライメントを構築するものだが RNA に用いられることもある。選択的スプライシングで用いられる。ありがとうございます。